皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご覧いただき。 ありがとうございます。それでは今回は、木原誠治副長官の妻の全部開始事件、大手メディアは目殺をしています。そこで今回の動画は、どうして大手メディアは目殺をするのか、それに焦点を当ててみたいと思います。それでは、まずはこちら、日刊現代デジタルの記事です。昨日の動画に引き続いて、木原誠治官房副長官の妻の全部開始事件、その遺族が会見を行いましたが、 テメディアは目殺していると、そういう状況が続いています。 ちなみに昨日の私のこちらの動画でも紹介しましたが、キ原ラ聖氏には問題がありません。しかしどうして大手メディアは目殺しているのかと、そういう状況が続いていますので、どうして目殺するのか、今回の動画はそちらに焦点を絞ろうと思います。大手メディアが目殺するといえば、中身が違いますが、ジャニーズ問題がありますよね。ということでどうして目殺しているのかと、そしてですね、現在、大手メディアが報じ ないので左翼メディアが報じているとそういう状態になってついに私も日刊現代の記事を紹介することになりましたちなみにこちらサキシルサキシルというのは先を知るという意味でネットメディアですキャラ夫人文春報道メディアも権力ですよとでその中で 当事者である文春オンラインの速報を除くと、この翌日の朝刊までに記者会見を報じたのは、司法記者クラブ加盟者では、共同通信、産経新聞、東京新聞などが当日から速報していると。まあですね、当日報道したのは3社しかないと。ひどいですよね。司法記者クラブですので、 もう全社知っているんですが、報道したのは3社しかなかったと。そこで読売朝日毎日日経は記事化を見送ったようですと。そこで一方雑誌やネットメディアは積極的で、 アイラドット日刊現代スマートフラッシュ週刊女性プライム周営社オンライン弁護士 .com ニュース j c a s トニュースなどが会見の様子を詳しく報じていましたとそうなんですよね昨日の私の動画でもいくつか紹介していますそしてもう一つ YouTube チャンネル トラノモニュースの7月21日はなぜか報道していませんでした。あれはちょっとないなと私は思いましたね。ということで大手メディアである読売朝日毎日日経は報道していないと、今そういった状態になっています。そこでなぜなのかという話を紹介していきます。そこで日韓現代に戻りまして、とりあえず初めてご覧いただいた方のために何があったのかを紹介していきます。 こちらの方がですね、被害者の安田タネさんの父親です。涙ながらに訴えられておりました。私はただ真実が知りたいのです。遺族は涙ながらに訴えました。週刊文春が3週連続で処方した木原誠二官房副長官の妻の前夫、安田タネさん、去年28の不審死事件をめぐり、遺族が20日東京霞ヶ関の司法記者クラブで会見を開き、17日付で所轄の大塚警察署長に再送 を希望する上進書を提出したと報告しましたそこで種尾さんの父親はおえつ混じりにテレビ局や新聞社の皆様には この事件に関心を持って広く報じていただきたいと呼びかけましたしかし先ほど紹介した通りその願いは大手メディアに届かなかったと黙殺したということになります種尾さんの遺体は2006年4月東京文京区の大塚の自宅で発見第一発見者は父親だったとナイフを頭上から喉元に刺したと見られ死因は死血し警察は当初自殺を判断したが父親は動機が見当たらず現場の状況にも不審て 抱いていたと詳しくは私の昨日の動画で話していますそこで右太ももの2 0センチから3 0センチ先には細長いナイフがきちんと置かれていたとそして傷は喉元から肺にまで達していた自分をそんな風に刺した上で足元にナイフをきちんと置いてから絶命することがありえるでしょうかとまあ普通はありえませんよね そして、致死量の覚醒剤も撃っていたと。致死量を撃っていたので、ナイフで刺す必要はないと。そういう疑惑があります。そして12年後の18年4月、警視庁捜査一課が再捜査を開始したが、たった1年足らずで突然、父親は捜査の縮小を告げられたという、以降遺族への警察からの連絡は途絶えたと。そして、種尾さんの最後の足取りの手がかりとなる本人の携帯電話も返してもらえてないと。そういうことだそうです。 そこで事件当時、種尾さんは夫婦関係が悪化、離婚の話が出ていたそうです。そして妻は後に銀座のホステスとなり14年頃に再婚。その再婚相手こそ岸田省の側近で影の総理と称される木嵐だと。 文春は木原氏の妻が再捜査時に事件の重要参考人として事情聴取は家宅捜索を受けていたと報道。そこで木原氏の愛人が木原氏本人から、俺がいなくなったらすぐ妻が連行されると聞かされたことを知人に打ち明ける音声もネットに公開したと。 これは木原氏本人の音声ではなく、木原氏の愛人が知人に話した内容です。そこで妻の父は警視庁の警察官、加えて木原氏の家族ということで妻に対する捜査のハードルは上がった。 これが文春の見立てだと。しかしですね、この木原氏の妻の父、警察官ですが、階級的には失礼ながら圧力をかけられる階級ではないと。ただですね、木原氏本人の家族ということは捜査のハードルは上がると。それは間違いありません。 どうしてなのか、後ほど紹介します。そこで会見では、種尾さんの遺族も、妻への不信感を滲ませておりました。そこで大手メディアは目殺状態ですよと、これは先ほど紹介した通りです。そして当時警察に通報したのは、同居していた妻ではなく、 別居していた父親です。胸騒ぎがあって家に行ったそうです。そこで遺体を発見して警察に通報したと。そして捜査員が駆けつけるまで現場と妻と幼かった子供二人と顔を合わせなかったと。そして事件当初警察にいた妻の兄に嫁はどうしていますかと尋ねると、今事情聴取を受けていると聞かされたと。そこで父親は、 種は自宅に一人でいたと思っていたら、後に捜査員から、嫁と孫は隣の部屋で寝ていたと供述していると聞かされてびっくりしたと。そこで思わず捜査員に、孫たちは生きていますかと聞き返したと。そりゃそうですよね。もしかして他殺かもしれないと。そこで嫁と孫が殺されたかもしれないと思うのが自然ですよね。そこで実は隣の部屋にいたと。 隣の部屋は種尾の遺体が見つかった部屋から狭い廊下を挟んで1メートルくらいしか離れていないと、隣の部屋のドアは閉まっていたので、まさか嫁と孫がいるとは思わなかったと、そういうふうに語っています。そして驚きなのがこれです。その後、しばらくして妻から遺体を引き取らない旨の電話があり、 金尾さんの母親が、せめて葬式には孫を連れて先香の一本でもあげに来てくださいと告げると、電話はぷつりと切れたという、依頼い孫二人には会えていないと。なんとですね、妻は葬式にも出ていないと。すごいですよね。 どうしてなんだと思いますよね。ちょっと考えられませんよね。まあ、夫婦関係が悪かったと言っても、普通葬式は出るでしょう。もう出ないのがおかしすぎますよね。さらに、遺体も引き取らなかったと。 まあこれを見ると色々想像してしまいますよね。そこで遺族は事実無根ではありませんと。キャラ氏は文春の個別の質問に対し、一括して事実無根と回答しています。そして弁護士を通じて司法記者クラブに文書を送付し、文春の記事を史上稀に見る人権侵害として、刑事告訴を行うと宣言しています。つまり、この司法記者クラブ、 これに文章を入れると、先ほど紹介したサキシル、消費者クラブ加盟者に一斉に文章を送ることができます。なので皆さんその文章を見て、刑事告訴される可能性があると、それで大手メディアは記事化を見送ったと、理由の一つとしてまずそれが考えられます。しかし、木原誠二氏は官房副長官として今行政側にいます。つまり、 各行政のトップである大臣、その大臣を動かすことができるのが岸田首相です。その岸田首相の側近である官房長官、その官房長官の副長官をしています。つまり、岸田首相をアドバイスできる立場にいて、行政を動かすことができる立場にいます。その立場の人が、刑事告訴を行いますよと、圧力をかけているんですよね。この事実は間違いありません。なので、木原氏が刑事告訴を行うのであれば、 官房副長官を辞めて閣外に出て行政側を降りて一人の議員に戻りますそうなると立法側になるのでその立場で初めて刑事告訴をしないといけませんもう行政側にいながら刑事告訴をするというのは権力側にいて圧力をかけているのと同じですよなので大手メディアが黙殺しているということになりますしかしそれでも共同通信産経新聞東京新聞は報道していますまあ保守系は産経新聞 のみですよ。左側である共同通信と東京新聞は報道しています。まあ圧力を感じながらも報道しているのはこの3社のみです。そこでご遺族は木原氏に対し、 私たちが今ここにいるのが事実というか全て事実無根ではありません。訴えるのではなく皆の前で説明してほしいと。そうなんですよね。もうですね、小記者クラブに対して刑事告訴の文書を送るのではなく、何でもなければ記者会見をすればいいんですよ。もう一人の政治家として説明責任を果たしていないと。それは有権者の皆さんもそう思いますよね。何もなければこの刑事告訴といって脅しをかけるので、 ではなく説明すればいいんですよ簡単ですよねまあ百歩譲って記者会見でなくても囲み取材でもいいので受ければいいのにそれすら拒否をしているようですそこで文書の記者が司会を務めた異例の形の会見には50人超の報道陣が詰めかけたとそこにはクラブに加盟する大新聞テレビの記者も参加していたが 会見の模様を詳細に報じる大手メディアは皆無に等しく目殺状態だと、もうそういう状態になっています。そこでこちら、マグマグニュース。捜査も会見も突然中止。これはですね、記者会見は一回中止になって、そして先ほどの会見が突然行われました。そういう行きがあります。 キ原ラ政治官房副長官の妻、元夫不審死事件をめぐる忖度と垂れ込みの裏と、今回の文春の記事で、捜査は突然幕を引いてしまいましたと、その裏には一体どのような力が働いていたのでしょうかと、今回のメールマガ国家権力メディア一刀両団では、著者で元全国紙社会部記者の新田京さんが、週刊誌報道をもとに独自の推理を展開、さらに誰が5年も前の騒動を今このタイミング で文春にリークしたのかについても推測していますと非常に興味深い内容になりますでここでですねどうしてメディアが黙殺しているのかとそれについての話もあります先ほど言った通り木原氏は文書の記事に対し事実無根の内容であるばかりでなく私と私の家族に対する想像を絶する著しい人権侵害だとするご通知なる文章を司法記者クラブ宛に送付をしたというまでもなく木原氏は岸田 の最側近であるメディアにとっては官邸の最重要な取材源でもあるとメディアにとっては最重要な取材源もうこれだけ見てメディアが腰が引ける様子がわかりますよねそこで文春法の衝撃にもかかわらずこの件に関してこれまで沈黙してきたテレビ新聞など主要メディアは木原夫人の元夫の父の会見が行われた場合内容次第では木原副長官絡みの一大スキャンダルとして取り上げざるを得なくなると 頃だったと。 ただでさえ、マイナーカード問題などで内閣支持率が急落している岸田政権に、壊滅的なダメージを及ぼす可能性があっただけに、会見中止の背後で何があったのか気になるところだと、これは1回目の会見が中止になった背景のことを語られています。そこで先ほどの文春の説明が続いています。週刊文春の7月13日号の記事によると、その出来事は2006年4月10日、風俗店勤務安田谷夫さんの東京都 内の自宅で起きた夜中の3時頃、種尾さんが今で血まみれになって死んでいるのを貸していた車を返してもらおうと尋ねてきた父親が見つけたと胸騒ぎがあって夜中に起きてそれで自宅に行ったそうです。 当時、種オさんの妻だった木原氏の現在の妻、エクス子さんは、子供二人と共に隣の寝室で寝ていて、気づかなかったと警察に供述したと。そこで種オさんはナイフで頭上から喉元に向かって刺され、肺近くに達する失血死だった。体内には致死量の覚醒剤が検出された。 警察の当初見立ては覚醒剤内容による自殺で、その後未解決事件という扱いになったと。それから12年後の2018年春になって、警察が再捜査を始めたと。都内に100余りあるコールドケースを掘り起こす中で、担当刑事がナイフへの血の付き方が自殺というのは不自然なことに気づき、 この事件に疑念を抱いたのだと、非常に優秀な女性刑事です。そこで、X 子さんは種オさんと死別した後、銀座の高級クラブで働いていたのが2008年、元財務官僚で衆議院議員の木原氏と出会い、14年に次女を出産し結婚したと、これもですね、 当時、木原氏に愛人がいて、愛人も同時に妊娠して、出産が早かった X 子さんと結婚したと言われています。それは本当かどうかわかりませんが、文春情報です。そこで18年春からの再捜査によって、事件は解決に向けて動き始めた、種尾さんが亡くなった当時、X 子さんと親密だった Y 氏が、Y 氏というのは、種尾さんの先輩で、 この X 子さんと不倫をしていたと。そこで夫婦関係が悪くなったと言われています。そこで X 子さんは Y 氏に電話をしたと。で、Y 氏は事件当日、自家用車で現場方面に向かっていたことが N システムの操作で判明していたと。なので、非常に怪しいことは怪しいんですよね。 子さんは隣で寝ていたと。しかし当日、Y 氏に電話をして、Y 氏が車で現場方面へ向かっていたのはわかっていると。覚醒剤事件で刑務所に収監されていて、警察はその Y 氏に粘り強く事情聴取を重ねていたと。その結果、得られた供述は驚くべき内容だったと。 ワイが安田田くん行くと、タネオさんが血まみれで倒れており、ワイさんは、夫婦喧嘩になって殺せるなら殺してみろと夫に刃物を握らされたので切ってしまったと、そういう話をしたと、それをですね、警察に供述をしたと、そういうことになりますが、ワイというのは覚醒剤で捕まっていたので、信憑性があまりないんですよね。 そこで2回年色詞が出てきます。今のうちに分かれておけと、その発言が意味することを。 警察は Y 氏のこの供述により他殺の可能性が高まったとして、特命捜査対策室に30人以上の精鋭を集めて内定捜査を進め、18年10月、キ原ラセンチ自宅を家宅捜索し、X 子さんに任意同行を求めたと。そこでキ原ラ氏と X 子さんは生後間もない男児がいることを理由に一旦拒否したが、その後 X 子さんが出頭したと。そこで事件当日 Y 氏に連絡したことを否定し、 事件には関与していません。記憶にありません。わかりませんと繰り返したというと、これは携帯電話会社を調べればわかると思いますけどね。 ところがその後、事態は一変すると。安田さんの父は18年11月、自宅にやってきた捜査員の一人から意外な言葉を聞いた。事件から外されることになった。それから間もなく警察に呼び出され捜査の縮小を告げられたと。そこで現在、エクスコさんは、不審死事件の被疑者とはされていないと。なので、木原氏は、 この文集の記事を史上稀に見る人権侵害と言っていると、その根拠がこれなんですよ。被疑者ではないと。それが根拠になっています。で、逮捕寸前まで捜査が進み、突然幕引きとなったのであると、これは通常ではありえないことだと。これと似たようなケースは、2015年6月に、 当時の安倍首相と婚姻だった TBS ワシントン支局長、今はジャーナリストの山口則之氏が、準強姦罪の容疑で高輪署員に逮捕される寸前、中村至る警視庁刑事部長、後に警視庁長官です、の鶴の一声で、無罪放免になったことがあったと。ちなみにそれについてはこちら、さき知る、政治絡みで事件化を取りやめたケースといえば、近年では伊藤志織氏と山口則之氏の係争がある、警視庁が政 被害を訴える伊藤氏の被害統計に基づいて捜査し山口氏の逮捕状を取得するも刑事部長当時の中村いたるし後に警察庁長官が逮捕を取りやめたことを週刊新潮の取材で認めているとやっぱり政治的に圧力はあったとまあこのケースで言うと山口紀之氏は安倍さんと近かったとそういう関係があったのかもしれませんこれはもう認めているのでしかしそれは立証はできません あくまでもこの中村いたる氏が認めただけですので、安倍さんから言われたかどうかはわかりません。なお念のためだが、山口氏は刑事事件の方は不起訴処分になっていると、それは認めないといけません。そこで戻りまして、 これについては、鶴の一声があったと。なので、政治の力が働いたのは容易に想像できたが、エクス子さんの場合はどうだったのか、木原氏を忖度し、警察サイドが捜査を断念したということはなかったのだろうかと。まあ、その影響も十分に考えてしまいますよね。そこで週刊文春は木原氏の愛人、イ子さんが知人に話している音声を公開したと。その中でイ子さんは家宅捜索が入り、俺がいなくなったらすぐ連行されると、木原氏が が言っていた事実を明らかにしている。 木原氏の妻であるがゆえに連行を免れていると愛人に漏らしていたのだと、これに関連して記事には極めて重要な事実が書かれている。当時の二階俊博幹事長が家宅捜索などの事実を知り、木原氏に対し、今のうちに別れておけと、利縁を促したというのである。これは何を意味するのか。まあ普通はそう言うでしょうね。しかし木原氏は、子供がいるので別れられないと、そう言ったとも言われています。そこで現象岸田、 吉が自民党政調会長だった2018年当時木原氏は政調会の副会長だったと同時に二階幹事長のもとで情報調査局長も兼ねていたとこの情報調査局は具体的な業務内容が一般に公開されていない しかし党に関する情報については、首相直轄の情報機関、内閣情報調査室から入ってくるルートがあるはずである。内閣情報調査室のトップは内閣情報官だ。このポストには警察庁警備公安畑のエリートが創設以来寄与されている。 2011年12月から2019年9月までの長期にわたって内閣情報官を務めたのが北村茂氏で、キ原ラの自宅にガサ入れがあった時期も在任中だったと。また内閣情報官として北村氏の先輩にあたる杉田和弘氏は、第二次安倍政権が発足すると同時に内閣官房副長官に就任、2021年10月まで9年間も務めていると。つまり杉田北村という警察官僚コンビが、 安倍政権のもと異例の長期間にわたってこの国の機密情報をコントロールしてきたのである。 当然政治家に対する警察の捜査情報は全て入ってくるだろう。これは間違いないでしょう。そこで党の要職にある木原氏の妻が容疑者として調べられているということになれば、危機管理上自民党情報調査局に知らせて前後策を練るように促すに違いないと。つまりこれは、新田共産の推察です。しかし説得力はありますよね。 木原氏は当時、情報調査局長を兼ねていたと、この情報調査局というのは具体的な業務内容はわかりませんが、東側の情報機関でしょうね。で、そこで、東側でなく官邸側、つまり行政側、その行政側の情報機関、内閣情報調査局、 そこのトップが、杉田北村という警察官僚コンビです。で、木原氏の自宅にガサ入れが入った時に、当然危機管理上、この自民党の情報調査局、その長が木原氏ですから、当然官邸側から何か言うのであと、そう推察するのが自然ですよね。なので私も同感です。で、文春の取材班は、安田さんの不審死事件の捜査に関わった10人を超す捜査関係者を訪ね歩いたと、 そのうちの一人が話した内容をいかに記事から抜粋する。 ワイの顎、つまり妻の愛人、妻から電話があったと供述した人です。ワイの顎、供述はあっても、それを支える物的証拠が少なかった。これで逮捕したら自民党がめちゃくちゃ大変なことになる。一般人よりもハードルが上がったと。そして国の政治がおかしくなっちゃう。話が大きすぎる。自民党を敵に回すよ。最終的には東京地検の意見を受けて、警察庁が辞めるという話、こう出すときは当然 警視総監の許可もいる。普通その辺の国会議員だったらまだしも気張らないよ相手はと。そこで。 一般人なら逮捕されるケースだが、捜査当局は自主規制して幕を引いたと聞こえる。だとしたら捜査の公平性が疑われるのは当然だと。ちなみにこれについては、こちらサキシル。サキシルに解説があります。有力政治家の妻だから圧力による手出し不可能で、当然に逮捕できないという意味ではなく、有力政治家の妻だから仮に逮捕した場合でも、 結果的に証拠や自白がなくて起訴できなかった時には警察の責任問題になるから軽々しく逮捕はできないという意味であると。 一般人なら誰もわかりませんので、後でやっぱり起訴できませんでしたと。それが許されますが、まあ有権者の代表であって、さらに官房副長官の妻ですから、逮捕した後に不起訴でしたと。そうなったら責任問題になりますよと。その理由で逮捕ができないということになります。皆さん勘違いしているのは、逮捕イコール起訴ではありません。逮捕した後に不起訴。 つまり、罪に問えなかったと、そういうことも十分にあります。そこで戻りまして、捜査の公平性が疑われると、そこで警察庁の通ゆ康や長官は、証拠上事件性が認められないと警察庁が明らかにしていると説明し、文春の報道を否定しています。つまり、捜査は公平でしたと言っています。そこで木原官房副長官は、週刊文春の発行元の文芸春秋者や、記事の関係者を刑事告発する意向をちらつか そこでなぜ大手メディアが報じないのかというと、新聞、テレビなど記者クラブに所属するメディア各社が、この件を報じようとしないのは、政治部は官邸に気を使い、社会部記者は警察や県警の機嫌を損ねたくないからだろうと、つまり、 期限を損ねると、今後の取材に影響すると、それがメディアが目殺している理由ではないかと、そういうことになります。そもそもこうしたメディアは客観報道主義を建て前としているが、その実態は警察、検察、役所、政府高官といった権威、権力からの情報の垂れ流しであると、 完成情報をいかに早く世間に伝えるかで特なね競争に明け暮れ、独自調査に基づき、自社や記者の責任において記事を掲載することを恐れる。名誉毀損などで損害賠償訴訟を起こされた場合には逃げ道がないからだと。 これが一番の理由です。しかし権威権力に属さない人であろうとも、メディア各社が集合する記者会見の場で、世間的に関心が高い事柄について話した内容は、誰それがこう語ったという形で客観的記述がしやすい。 中間誌が先行したジャニー北川氏の性暴力報道も被害者の記者会見があって初めて主要メディアの後追いが始まった安田さんの不審死についてもそうなる可能性が高かったと。そうですよね。 まあ、ジャニーズの件は、BBC が先に報道したので、今回も海外メディアが報道すれば、その後後追いで、主要メディアが報道する可能性も高いと、いずれにせよ岸田首相としては、木原氏をこのまま官房副長官に留めておいて良いかどうか、近く予定される内閣改造での判断を迫られることになった、木原氏は岸田首相が頼りとする軍師であり、安倍元首相における今井直也首相官のように、影の総理とさえ呼ばれる ほどの存在だ 今後この件をめぐる報道がどう展開していくかはわからないが、二人の間柄に衝撃弾を打ち込んだだけでも、文春にリークした人物を目的はほぼ達成られたと言えるのかもしれないと。まあ、木原誠一氏は次の内閣改造で、おそらく外されるでしょう。そうなると閣外に出るので、一人の議員に戻ります。そうなるとバリアがなくなりますので、取材構成に合うでしょうね。しかしそれを考えて、もしかして岸田氏は 気荒らしを守るために閣内に留めるかもしれませんもし閣内に留めたらそれは気荒らし衛を守るためだとそういうことになりますのでそうなると支持率を下げる要因となりますなので岸田首相はどうするか非常に注目となりますそこで皆さんなぜ大手メディアが報じないのかご理解いただけたかなと思います結局はですね記者クラブに所属しているメディア各社は警察や検察そして 官邸ののをを損損ねねたくなないいいとととともし期限を損ねると完成情報がが取れないとそういうことがありますのでまあ、この共同通信、産経新聞、東京新聞、この三社はよくやったなと、そういうふうに思いますので、今後この安田種吉の不審死の情報、大手メディアは取り扱うのかどうか、それに皆さん注目をしてみてください。ということで、またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければ、 チャンネル登録と通知ボタンそして高評価とコメント Twitter のフォローまたこのチャンネルを応援してくださる方メンバーシップの登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました